25時ナイトラジオで、はいはい、2回目ですね。2回目です。まだこう微妙な距離感そうなんですよ。でも私はみのりちゃんに日向って呼んでもらうのを目標にしようと思ったので、はい、じゃあみのりって呼んで。いやそれはちょっとハードルが、いやもう関係ない。じゃあもうあの、うん、頑張りましょう頑張りましょうこの番組。とりあえず今はひなたちゃんみのりちゃんでいきましょうかいきましょう。はい、はい、ということでね、今日もね皆さん25時に集まってね聞いてくださったんですかね、はい、なんか前回の初回放送も25時だったけど、トレンド入りもしてて、ね、ナイトラジオで、うんうん、いやもうみんな聞いてくれてて嬉しいなっていうですね。なんかでもハッシュタグとかね初回は決まってなかったんで、皆さんおのおのでやってくださったそうなんですけど、はい、スタッフさんがハッシュタグを考えてくださって、皆さん今日からはですねハッシュタグカタカナでニゴラジ、ニゴラジ、ニゴラジ、ニゴのラジを略してニゴラジでつぶやいていただいて、はい、またトレンド入りを目指していきましょうそうですね、みんなにかかってるよ、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで早速始めていきましょう、はい、25時ナイトラジオで今回もスタート。ナイトラジオで改めまして鈴木みのりです。佐藤ひなたです。はい、私はあの、はいはい、25のイベントが終わって、はいはい、終わりましたね。ギリギリマリオネットの、はい、あの瑞希ちゃんを手に入れることができて、はい、いやもう私もエナをゲットしました。本当ですか、はい、焦った意外とね、そうなんです、たまんないからね。そう意外と、うん、でもあのなんて言うんですか、消費するやつ、うん、自分で選べるじゃないですか、5個消費できるとか、うんうんうん、で消費しきってもゼロの状態でもできるんで、うん、もう最後の方はもうがむしゃらにプレイして、ね、とりあえず、うん、もうお金をもらおうと、お金ってことで、ね、ポイントもらおうっていうのに必死で頑張ってましたけど、でもねこれはプレイヤーの人とかは私たちこんなんでめっちゃ焦ってるけど、うんうん、もう最後までね行き着くとこまで行き着く人たくさんいるっていう、ね、もらえるもの全部もらった人もいるんじゃないですか ね、 ね、でもらった人ってさ何時間ぐらいやったらいいんだろう、ね、日常生活でさ朝起きてどのタイミング寝るまでで何回プレイしているのかとか、何プロセかやってるんですかね、何プロセかねやっちゃってるのかちょっと聞きたいですね。みんなお便りで教えてもらえたら嬉しいですね、うん、その辺も。いやいや、でも私もやりまくってたら、うんうん、あの前回の放送ではハードでやるの精一杯だったんだけど、うんうんうん、あのついに前回教えてもらったノーツの速さを早くし、あ、いくつにしました？今ね8.8 ぐらいで、親指勢を卒業したんですよ。あ、もう卒業しちゃったんですね。しちゃって人差し指勢になったら、うんうんうん、24と5の間をこうすごいできるようになって、めちゃめちゃすごい。携帯電話はできる、あ、けど、うんうん、なんだっけな、あれはできないよ。25の悔やむと書いて未来かなとかはそうできない。早いやつは ねできないですね。ブリキのダンスとかもできないので。確かに、いやいやいや、私もあの前回の放送からちょっとだけ成長して、うんうん、あのずっとマスターできないなと思って、まず解禁されないじゃないですか、うんうん、グッドが7個以下じゃないと確かならなくて、うんうん、なんか曲によって最近やっと解禁され始めて、そうなんですよ。フラジールは解禁されたけど、うん、あのサビ始まったらいつも終わるんですね。ディリディディディって終わっちゃってそこで。そうなんです。でもあのサビが気持ちいいもんね、フラジール。エキスパートのサビめちゃくちゃ気持ちいいですね、うん、フラジール、ね。っていうか私はフラジールってさ、あれあのグミの曲だったじゃないですか。あれを男性に歌わせようとしたスタッフさんまで。ありがとうございましたみたいな気持ち。1オクターブ下で歌ってるんですかね、あれ、ね、あれを思いついた人マジ天才だと思いました。めちゃくちゃかっこよくないですか、ね、あの曲大好きですよ。私弟くんのアナザーボーカル買っちゃいましたもん、うんうん、あ、私も買っちゃおうかな。いやもう悩みに悩んで、うん、いやビーバスってもう全部かっこいいから、かっこいい曲全部もうすごい悩んだんですけど、うん、いやフラジールかっこいいなと思って、うんうんうん、あの数ヶ月悩んだ末に買いました。買いましたか。私もじゃあ買っちゃおうかな、うん、いやいや買っちゃいます ね、 ね。そんな近況もお話ししつつ、はい、なんかいろいろね曲も追加されたりしておりますが、そうですね、皆さんからのメールも届いておりますので、うんうん、
ね、紹介していきたいと思います。まず1通目、ラジオネームルレイさんからです。ありがとうございま す。佐藤さん、鈴木さん、こんばんナイトラジオ。こんばんナイトラジオ、すごいな。すごい、ウェブラジオ開始おめでとうございます。ありがとうございます。ボーカロイド好きであっても、自分はプロセカが開始した初日から毎日楽しくプレイさせていただいています。ありがとうございます。特に25時ナイトコードでは好きな懐かしい曲や最近知ったばかりの曲をカバーしていて、そしてオリジナル曲も好みに合ってて2号してます。みずきちゃんとえなちゃんの関係も興味深くて、これからの展開も楽しみにしています、そして2人に質問です、今後ニーゴにカバーしてほしい個人的に好きな曲はありますか？他のユニットが歌った好きな曲はありますか？ということで、あるね。ありますよ、あります。みのりちゃん、あります。ユニットが歌った悔しい、オイラも歌いたかったって思った曲は、つぎはぎスタッカーと、ももじゃんさんが歌ってましたね。大好きだった、悔しい。スタッフさんにもう熱はぶつけていただいて。私ニーゴに歌ってほしい曲は、結構最近のものになってしまうんですけど、キングっていう、あ、いいよね、わかります、わかる。急にボルテージバーンって上がりましたけど。かっこいいんだよね、あれね。めちゃくちゃ好きで、いや、いいよね、あれ。あとはヴィランとかも結構テンポがすごい好きですね、私は。他のユニットでプレイするのも好きだし、もうこのユニットにしか歌えない曲じゃんって思ったのはミラクルペイントですかね。ああ、わかる。わかります。かわいいよね。エキスパートの譜面もすごい楽しいし、ミラクルペイント最高ですもん。って思います。いいね、悔しい。悔しい。悔しい。次はぎ。全部歌いたいよね。でもなんかもう新しい曲追加されるたびに、めちゃめちゃ合うこのユニットにみたいな思うけど、歌いたかったなっていうのもいっぱいあります。なんなら25内でも全然あります。ある。え、何歌いたかったですか。なんだっけな、あのね。乙女解剖もさっき言ってました。乙女解剖も歌いたかったんだけどね、あの自称無職、あ、めっちゃ歌いたかったです。じゃあもういつの日か、ね、えなちゃんのアナザーボーカルがもしかしたら皆さんの声で追加される可能性もなきにしも、私ばっか声でかく言ってね、なんかえなだけめっちゃあるやんみたいな、えなのアナザーボーカルカード足りないよってなっちゃうかもしれない、将来的に。ほどほどにこう迷惑かけず生きていきたいと思います。はい、続きまして、イッシーさんからいただきました。ありがとうございます。ネットのつながりから始まり、音楽や近い境遇に共感して深く支え合っていくニーゴのメンバーの姿、そしてそれを静かに見守るミクにとても感銘を受けました、ボカロが生まれてからずっと追いかけてきて、自分の苦境を支えてくれたミクなだけに、ニーゴのメンバーに重なる何かをとても感じ、青春時代を思い出します。これからも応援していますといただきました。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。ニーゴは結構特殊なポジションにミクちゃんがいる気がしますよね。確かに、もうその4人の関係性もなかなかね、普段ネットをやってなかったら出会う環境じゃ、ないですよね。でも確かに私がその中学生だった時とかに、結構そのね、スカイプみたいなネットでもう会わなくてもコミュニケーションが取れるのあったからね、こう今の若い子たちならではにこう響く、確かに4人なんじゃないかなってね。なんかそれこそ私たちのウェブラジオも、あの YouTube のコメント欄でみんながチャットを使ってコメントできるじゃないですか、なんかこうナイトラジオっぽい雰囲気があるなって私は思ってましたが、みんなコメントしてる？してる。してるかい？プレミア公開だとリアルでね、そう、参加できますもんね。いや、1時まで起きれたみんなの特権だよ、ね、土曜日だからきっと大丈夫。って感じかな。ありがとうございます。じゃあナイトラジオで、まずはこちらのコーナーをお届けします。これ可愛くない？早速みんなたくさん送ってくれたみたいで、本当にありがとうございます。まずは、とろろそばさんからいただきました。美味しいよね、とろろそば、ね、あ、もう深夜だから、早速なのですが、先日秋葉原のガチャガチャがたくさんあるところで初音ミクちゃんのガチャガチャを回していた時のことです、3歳くらいの女の子が近づいてきて、お姉ちゃんそれ何？と話しかけてくれました、と私がこれは初音ミクちゃんだよと答えると、その子は可愛いね、バイバイと手を振ってお母さんの元に帰っていきました。この女の子のエピソード可愛くないですか？なるほど、みくちゃん可愛いね、じゃあお前が可愛いよっていう、ね、
これはいいですね、うんうん、はい、ということでこの投稿は飴3つです。お、だってもうこれ文句のつけようがないじゃないですか、うん、完璧じゃないですか。まずガチャガチャを回してるキャラクターが女の子が初音ミクちゃん、うん、素晴らしい。女の子が駆け寄ってきた、うん、でこの投稿してくれた子も18歳という若さ、素晴らしい。全部取って3つです。もう日本は平和です、はい、秋葉原っていいないいな、将来有望だよ、3歳で秋葉原県なんて。ほんとそうだよ、将来たくさんのアニメに触れるんだよ3歳の女の子はい、続きまして、はい、新水姫さんからいただきました、ありがとうございます。鈴木みのりさん、佐藤ひなたさん、こんばんは。こんばんは、最近あった可愛い出来事を話させてもらいます。私が週1回のボランティアで幼稚園児のお世話をしていた時の話です。もう可愛い、えらっ。ほとんどのことは仲良くなれたのですが、一、うん、人だけ人見知りなのか先生の後ろでずっと隠れている子がいました。それも可愛い、うん、可愛い。私はどうにかこの子とも仲良くなろうと奮闘したところ、うん、徐々に心を許してくれました、うん、今では私を見つけると笑顔で抱きついてきます。これ可愛くないですか。可愛いです。可愛いですよ。なるほどですね。じゃあこの投稿は、はい、飴5つで、おお、超えた。飴5つです。コーナーが変わるぞ。うん、3つなんてそんなところじゃ収まらないくらい可愛い。うん、確かに。もう偉いね。ボランティアで幼稚園児のお世話をしていた時の話。うん、可愛い。もうそこの時点で、うん、まず新水姫さんが可愛い。うん、可愛い。その後に出てきた子供も可愛い。可愛い。奮闘するあの新水姫さんも可愛い。可愛い。でも今ではっていうその時系列が、うん、過ぎ去ったここの間のコミュニケーションもきっと可愛かった。5個ですね。いいですね、妄想が膨らむからね。いや、もう素晴らしいですね、うん、これは可愛いよ。可愛い。いや、子供系で来られちゃうとな、ちょっと可愛くなっちゃうもんな。これリスナーさんがこう味を占めて、佐藤ひなたは子供に弱いって言って子供のメールばっか送ってやめて。そんなこと言ったら黒猫さんが可愛いそうになっちゃうよ。猫、うん、猫も好きです。私正直3つけたかったけど、うん、今後続いていくからね。そう、続いていくからっていうので 1.5 にしたんですけど、うんうん、真面目真面目。5もつけちゃったから揺らいでいる。揺らいでますね、うん、はい、ということで、まあ、今回もなかなかちょっとシビアにつけたのか甘いのかよく分かんなくなりましたが、うん、こんな感じでね、皆さんが見かけた可愛いものを募集しています。以上、これ可愛くないでした。ナイトラジオで続いてお届けするコーナーはこちら、いいねください。今回は50点超えますかね。超えますかね。あ、前回超えなかったんですか。前回多分最高が45点とかだったので、低めですね。なかなか厳しめですよ、このコーナーも。いきますよ、今日も、はい。じゃあラジオネームニョンスさんからです。ありがとうございます。ほう、私はカラオケが好きでよく行くのですが、うんうん、少しだけ歌には自信があります。採点が全てではないかもしれませんが、平均点が90点台前半ぐらいで、友達にもよく褒めてもらいます、うん、よかったらいいねください。なるほどね、なるほど、なるほど。これ何いいねですか。これは、うーん、悩んでる。37いいね。ちょっとその心を聞いてもいいですかね。そうですね、やっぱり私の中でやっぱ歌はね、うんうん、心だと思うんですよ。なるほど。そう、よくカラオケ番組とか採点あるじゃないですか、うんうん、あれも点数取る人はね、そのすごいと思うんですけど、ね、やっぱり点数が良くなくても心に響く歌を歌われる方はたくさんいらっしゃるわけですよ。確かに確かに。そう、深い。だからいいねが欲しかったらこの番組にぜひ音源を送っていただいて。あ、じゃあこれは音源がなかったから37。そうですね、 なので音源を送っていただいたら、その勇気にも100、まあ80いいねぐらいは。まあ20いいねは歌の方 で、 そうです、ね、心に響くかどうかっていう、はい、なるほど。ぜひね、ニーゴが歌ってる曲とか歌っていただいて送ってみてください。音源付きで、音源付きでお願いします、はい、では続いてですね、はい、ラジオネームアリアさんからです。ありがとうございます、はい、19歳の方ですね。大学生になって毎日6時に起きて新幹線で学校に通っています。マジ新幹線。高校までは学校が近かったので早起きに慣れてません。でも頑張ってます。いいねください。
ほう、これすごいですね、うん、これ何いいねですか。これ75いいね。やっと50超えた。時間かかりましたね。これからですから、残りのね25点はそうですね、これからも続けられたら100いいねですよ。単純な疑問なんですけど、うん、大学の近くに住むのは不可能ってことですかね。ねえ、なんか事情があるんですかね。かな。でも私もあの高校生の時に、うんうん、養成所、声優の養成所に通ってたんですけど、うんうんうん、愛知出身なんで東京まで新幹線で週1で通ってて、でバイトしてそのお金で行ってたんですけど、すごい。きっとね、そういう努力をなさって、なんか理由があるんでしょうね。確かに。なんか頑張ってください。あなたがこれでもう頑張りきったらまた送っていただいて、ね、でも私も高校芸能校だったんですけど、うんうん、芸能校遠かったんで、うんうん、2時間とか電車乗って3年間通えたんで、4年くらい頑張れるよ。だってね、新幹線なんて2時間以内の可能性も全然あるからね。てか、ここに上には交通費半端ないっすね。ねえ、やば。あれかも、もしかしたらその横浜東京間の新横東京間で1000円ぐらいかもしれないけど、確かに実はめっちゃ。でも違うな、朝早く起きてるからね。え、頑張ってね。頑張ってください。講義寝ちゃダメだよ、うん、眠くなったらこのラジオを聞くんだ。そうだね。はい、ということで今回の紹介は以上でございます。こんな感じで皆さんから承認欲求を満たす自慢や褒めてもらいたいことを募集します。以上、いいねくださいでした。ナイトラジオで、でね、メールも紹介したりコーナーが始まったり、はい、いよいよっていう感じですけども、そうですね、こうラジオが始まった感がありますね、うん、なんか隔週だから、うんうん、なんかこんなに本編ではひなたちゃんと、はい、なんか楽しく喋れるのにここなんかもっとなんか増えたらうん、うん、もっと喋れるのにそうですね1時間にしていただくか、こう毎週にしていただくか、毎週にしてもらえたら回せちゃいますね。ね、いつかなったらいいなって思ってます。思ってます。はい、ということで、お時間でございます。ここまでのお相手は鈴木みのりと佐藤ひなたでした。それではまた次回25時ナイトラジオで。この番組はプロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初